さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。さてやっていきましょうか。マリオ&ルイージ RPG バンデラクシです。さあ前回なんですけど、ウルトラハンマーを手に入れました。ウェイウェイってね。でウルトラハンマー使えるところがいくつか見つけたので、そこから行こうと思います。これ何これ。これどうすんの。え、これわかんない、わかんない。これちょっと待って、困った。これは何に使うんでしょうか。これ僕にはわかりませんね。サーフィン、ここはまだなのかな。だからヘラヘラグーンってね、また別にね、使えるとこあったと思うので、ちょっとね、そこまで行ってみましょうか。あった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 。ここだね。よいしょ。なんか覚えてたんで、ここが。ね。さて、ここ行きましょうか。基本的に多分ね、ウルトラハンマーで壊せるところは、レアアイテムがね、ほら、ゴールデンキノコとか、ね、BGM とか、レアアイテムがたくさん入ってると思うんだよね。BGM ばっかりしないか。まあ、ええやろ。BGM でも嬉しいわ。ね。他なんかあんの？なんかね。あ、お前なんか、クッパ軍団 PC でいたやつじゃん。俺は、人手のスターの、スター分よろしく。お兄ちゃん、お前らは、俺がここに来てからかれこれ、365日目にして、ようやく現れた初めての観客だ。1年間、客なし？辛そう。遥か遠く海をまたいでやってきたスターでも、いいステージがなければこの通りだ、よ。どっか俺みたいなスターが似合う場所はいねえか、よ。そう、スターに似合う場所。クリスマスツリーのてっぺんとかいいかもな。あ、これなんだっけ、ヤドルフさんが飾り持ってきてくれてたけど、こいつもしかして。おいえい。何？似合う場所知ってる？お前らスーツケース持ってるみたいだし、一居候させてもらうぜ。さあ、スター分を手に入れたってことで。ちょっとじゃあ、ヤドルフさんのとこ持っていきましょうか。なんか、ね、イベント始まっちゃったね。チペッと持ってきます。はい、ここでーす。来たよ。綺麗な豆の代わりの飾り。何がないかね。持ってきたよ。おいえーい。この、星ちゃん、星雲ちゃん。いや、違う。豆の代わり持ってきたからね。おいえいやいや、おぺーい。ぬうぬう。着いたかよ。マジでクリスマスツリーだぜ。これすげえださ、早速。着いたー！うほー！いい眺めだぜ！ステージはコーディネートナウ。これは満足の出来だがね。ヤドルフさん、よかったじゃなーい。やったかね、俺にこれやるかね。なにこれ。ありがとうございます。ブラザーソウルフルっていうね、変なもらった。ありがとう。どや。さあ、ちょっと今の見てみましょうか。ブラザーソウルフル。ね、ヘンテコリンなバッチですね、これ。何ですかこれは。どこだ、いっちゃん上か。ブラザーアタックでエクセレントを出すと BP が回復するすごいバッチ。すごいね。これすごいね。これにしよう。ブラザーソウル。エクセレント BP リターン。エクセレント BP が返ってくる無限に。それはやばくないっすか。ねえ。無限に使えるってこと。それぶっ壊れてますね、これ。ありがとう。よし。さあ、あとね、ウルトラストーンだっけ？あれ、ウルトラハンマーって壊せる石ある場所ちょっと思いつかないので、本編進めます。なんか場所も分かったらコメントで書いていただけると嬉しいです。ではでは行きましょうか。はい、じゃあウルトラハンマーでね、壊せるとこまで来ました。ここからサーフィンで行くんだよね、確か。ペッてって。で、これの使い方分かんねえんだよ、教えてくれよ。え、海を渡りたい。そりゃサーフボードもなきゃ無理ってもんだよ。溝に何か無理やり埋めたら、形が変わってサーフボードの代わりになるかもね。え、どういうこと？ルイージ埋めたらサーフボードになるってこと？え、さっきやらなかったっけ？俺ルイージペアって埋めてみようかなってやってみたんだけど。え？うわ！なったサーフボードに！え、やべえ！おおおお！イエーイ！うわ、楽しいやつだこれ！イエーイ！イエーイ！ふーふー！ルイージが不憫だ。わあ、あーね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 。これで海の至るところに行けるんだ。そこが最初の位置でしょ。で、ここにも泊まれるんだ。ここはどこだ。大丈夫。あー、空気入れた、戻った。あーね。あー、なんかいる。こんにちは。あー、埋まった。おめでとう。よくたどり着いたね。マスターグローブってもらった。ありがとう。なんだろう、マスターグローブって見てみましょうか。なんか今日変わったアイテムいっぱいもらえるね。
マスターグローブ。こっちか。どれでしょうか。マスターグローブは、あった、これだ。マリオでソロハント成功すると火傷、ルイージと目回しにする効果がある。あ、結構面白い効果ですね。使わないけど。わ、なんか特殊なやつ結構あるよな。何がいいかわかんねえわ。やっぱこうやってると。おー、一緒にはいけない。よし。さあ、アイテムです。何これ。お、また BGM。BGM のゲット量がやばいでしょ。作業用 BGM にかけっぱなしにできるのは助かるけどさ、あれって。さあ、もうなんもねえな。じゃあまた行きましょうか。サーフボードくん。よろしくお願いします。これさっき言ったヘラヘラグーンまで行けるのかな、もしかしたら。ね。OK。さあ、とりあえず壊して回ろうか。なんか、だいたいこういうの全部壊したくなるんだけど、わかんない？みんな、俺の言いたいこと。言いたいこと、そして俺の気持ち。わかってくれるよな、みんなだったら。さあ、とりあえず適当に歩き回りたいと。歩き回りたいじゃないな。なんか、泳ぎ回りたいと思います。イエーイ。イエーイ。ふーふー。まだあるぜ。うわぁ、これ結構操作むずいんだよな。よし。おい、なんだろうよ、ルイジ。元気出していけよ。さあ、下行きましょう。すげえ広いな、ここ。よし。連続ジャンプできねえな、これ。よいしょ。よいしょ。いいね。さあ、ここはどこだ？ヘラヘラ軍かな、こっちが。あ、これがさっき俺が行こうとしてたところに繋がってんだ、ヘラヘラ軍。あーね。すべて繋がったぜ。謎はすべて解けた。うぃーす。さあ、だいぶね、今マップ埋めてんのよ、要は。俺やってるの。マップ埋めてね、まず下からっていう、下から方、下から方な、大事。なにこれ、渦だ。え、どうなんだ入ったら。え、あかんやつこれ。おぼぼぼぼぼぼぼ。待って、渦入ったらクソめんどくさい、そうこれ。ほら、これ来たことあるよね、俺。覚えてる俺ここ。マジかー。やり直し戻るわ。はい、とりあえず、マップ、上から方は、下から方だ。下から方は諦めて適当に、で、探し回りたいと思いまーす。さてさて、どこだ今？わかんねえ。まあ、行けるところととりあえず行ってみようぜ。こことか降りれんじゃん。よし。元気出していきましょう。あ、ここ降りちゃったけど、なんだっけここ。なんかよくわかんねえ。ヘンテコリン島だ。うわー、懐かしい。え、でもこれ海に出れなくねえこれって。待って、これ、どうすんの俺、今から。あ、上にあるじゃん。サーフィングするところ。よかったー。なんだかんだ言って。あったね、ハンマーゾーンだ、ここも。ハンマーゾーン結構あんな。ね、これで至るところ、各島にはね、行けるってことなんだね、これで。へー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 。5兵ぐらい。はい。さあ、完全今、海を迷子になっております。ダイダルです。海むずくねみんな。よし。ちょ、こっち行ってみようぜ。なんかないの？あ、なんかここも島あるぞ、島。うえ、いかに乗られへんよ、ここ。うい、コフィー！コフィー！え、いけない！黄色い土管使っていくとこだ、これ。え、まだ行けないんだね。また行けるようになったら行こうぜ。出て行くんだろうな、あれは。いつか行ける日が来るんだろうか。おぉ。すげえ、テトラポット的なやつがいっぱいある、これ。いや、なんて言ってんの、マリオ、これ。コーヒー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 飲みたい。あれ、これって復活してる？この、よくわかんねえブロックって、いつも思うんだけど。復活してないよ、さすがにコイン無限に稼げちゃうもんな、それだったら。わあ、よし。マリオサーフィンできんだね。みんなってサーフィンしたことある？俺ないよ。サーフィンって、チャラチャラしてる人がするイメージだから。風評被害。すいません、全国のチャラーじゃない。サーファーの方。申し訳ございません。チャラ男言って申し訳ございません。ほんと。僕、陰キャラなので、許してください。はい。さて、海のステージ、だいたいね、ずるっと、ぬるっと。で、駆け巡った結果、まだなんもないです。コインしかないんだけど。あれ、ここなんか新しいエリアだ。あれ、違うな。どこだ、ここ。まだでしたね。さあ、ちょっとどんどん行ってみましょうか。え、マジ迷子なんだけど、これ。一応でも、ねえ、今から行くのはジョークエンドだったっけ？海の果てだよね、確か。
海の果て。てか、マリオとルイージさ、こんなとこでさ、もし、落ちたらどうすんだろう。俺だったら泣いちゃうよ、多分。あ、ここゴールっぽい。まだまだ、ゴール行くのは早いみんな。俺、海ってさ、怖いイメージしかないからさ、おしっこちびっちゃうんだよね。え、ここって落ちたらどうなるんだろう。落ちてみていい？ダメだったらまた俺が頑張って戻ってくるわ。これ、なんか一個ぐらい、どっかいいとこに繋がってるところがあったりとか、ほら。ほら、これ絶対いいとこじゃろ。で、ほんとか？でもこれほら、豆あるじゃん、ここ。いえった豆だー。え、ここ来たことある俺。来たことあるのかないよね。え、あるか俺。だってなんかマップはついてるもんな。あ、でも、あ、行けないとこだ、ここ。ほら、見てよ。豆すげえあるもん。ここ。豆エリア王国だ、ここ。まさに。これがもしかしたら、いいとこに繋がってるかもしんない。ほら、ワンチャンあるよね、ワンチャン。で、99個あっさり溜まる豆。どうだ？おめでとうって言ってほしい。ほらほらほら、来た来た、俺の読み通り。だいだいナンバーワン。おめでとう。何くれんの？キノコパッチ A！ イエーイ！ゴールデンキノコ。あ、また BGM。どうやって帰るんだろう、これ。ウルトラキノコ。どうやって帰るの？帰り方わかんないけど。返してくれよ、誰か。上行けないよね、これ。ブロックの上とか乗れないよね、これって。ダメだよね。頑張って帰るか、とりあえず。さて、その前にキノコ見ましょう、キノコバッチ。キノコバッチ、これ、キノコをたくさん持っているとパワーアップ。キノコ好きのために作られたバッチです。キノコ、どういうこと？キノコ持ってるとパワーアップって。キノコ俺持ってるよ、いっぱい。え、それではダメなの？キノコパワー、ちょっとよくわかんねえ、これ。これ、どういうことやろ？キノコパワー。で、パワー、クソほど上がるのいっぱいあるんだけど、これ何？大丈夫？この辺り。ソロハンマー成功でヒットポイント回復。ボス戦とかに使えるやつの方がいいよね、ゲラパッパバッチ。やっぱルイージがさっき言ってたこのバッチがマジで優秀なんだよね、この。ね、ゲラパッパバッチ。ゲラパッパパ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 バッチ。すげえ、言いづらい。で、アイテムゲット、トゲのやつがいいよな、トゲ持ちの敵って結構いるし。マリオはトゲキラーで、ただトゲをぶち殺してほしい。はい、ということで改めていきたいと思います。さっきのところで行きましょう。あそこがジョークエンド。さて、おーっと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 、サーフィンで行ったことないところ来ました。はい、ここどこだ、ここ。ハロー。わし、ここで遊びしてる。あ、出たミニゲームだ。やってみようぜ。聞くわ。右に行くとクスバルーンが浮いてたりするんだ。クスバルーンは23個あるんだぜってやつ。全部割っていくともう一人のわしからゲットできるぜっていう。はい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 。もういいよ、俺マスターやから。え？もう行ってこいって。一個右だよね。うん。じゃあ行きましょう。ねえ、に、え？簡単やん、だいぶ。さあ、うん。あ、もうこれ、あ、なんだ、こっちか、全部。よーん、ごー、おい、おい、おい、スピード乗ったら大ジャンプするって感じかな、マリオは。おい、いいね。マリオ頑張ってるよ、いいぞ。矢印まであるんだ、優しい世界じゃん、これ。あ、痛い！オッケーなの、今の。ちょっと待って。割、でも、遅いけど遅くないよ、俺のタイム、これ。ほら、これジャンプしたし。待って待って。ラスト1個！よし！避けたらいいんだよ、こんなの。ゴール！どうじゃ、44秒。45秒切り。どや？さて、君たちの結果は？クリアタイム44秒！すんごいドキドキ。え？40秒以内目標にしろって。はい、なんかしょぼかった。もう一回やってみよう。さあ、今回はいけたんじゃねえ。いったっしょ、ちょれえわ。3436ね。あ、出た、36秒。3月6日はダイダラの誕生日。わかりやすい。はい、美しい記録でした。36秒やるじゃーん。わし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 、勘弁してー。何これ、産後カジュアルってもらった。ありがとう。
もうやめる、もうやめる、バイ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 、また BGM ゲット。いや、サンゴカジュアルはええもんやろ、知らんけど。ね、装備しようか、どっかで。サルベージバッジ。さあ、なんか服とね、2つゲットしましたね。さて、見てみましょうか。サンゴカジュアル。サンゴをあしらったゴージャスウェア。クリティカルとラッキーを強くする。あ、じゃあ、ルイージが装備したらいい感じかもね。ルイージもステルスーツっていう、ね、ラッキーとクリティカルを強くするっていうギアやつ来てんだけど、防御力と、でもスピード下がるんだよな。だったら4のまでいっか。で、もう一個です。ビンじゃない。何バッジだ？ゲットしたの。バッジゲット、サルベージだっけ？あ、持ってるんだ、俺、サルベージ多分。うん。サルベージバッジや。持ってなかったわ。モンスターがアイテムを落としやすくするバッジ。いりません。はい、ではでは、今度こそね、ジョークエンド行きましょう。来たぜ来たぜ来たぜ、ついに、おそらくここがジョークエンド。ね。海の果て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 。おー、やべ、壊しがいがあるな。おら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 、全部ぶっ壊してやるぜ。絶対これみんな壊したよね、全部昔やったことある人。壊すでしょ、こんなの。よし、ウルトラシロップ、あ、寒いんだ、ここ。はい、13登録しました。何番がない ?1,2,3,4 がない !8 と4がないな。4の倍数。なぜだ。まあ、ええや。はい、寒いとこです。敵一人ぐらい会いたいな。今日は。いいサブ、ゲラ豆ゲット。なにこいつ、妖精さん、ちょっとあんたたち、なにこの神殿はあたちの遊び場なのよ。あんたたちもお遊びしたいのだったら、先輩であたちに挨拶ぐらいしなさい。おはようございます。え、あたち、あたちはジョジョラ。この神殿を守っていた精霊、その子孫の親戚の友達。他人ってことですね。うん。ギャラヘビーギャハハハハハハ、ピーチー、おう、いや、誘拐されちった。ピーチ姫、ゲラクッパー、あたち難しい話わかんないことよ。まあ今入りだけど勝手にどうぞ。どんな冒険してきたか知らないけど、こっから先そう簡単に進めないことよ。まあ知らないね。変な人に、ここやべえぞって言われたんだけど。まあやばいってことでしょう。火つけるか。とりあえず、まあ謎解き系のダンジョンってことでしょう、ここは。ね。まあそんなね、もんに俺はやられはしねえぞっていうことを。覚えとけやったやつ。さあ、ちょっとね、今日は雑魚的あと一回、ここのね、モンスターの生態系を見て終わりにしましょう。なんこれ。さあ、踏んじゃった、いきなり。ハロー。えいや、うおー、なんやこいつ。さて、ちょっとエクセレントアタックしちゃおうぜ。レベル28が高いな、こいつ。あらら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 すっげえダメージ入った。やけどしてんじゃん。分裂した、何それ。ほい。何それ、動いたの。バリア張ってまーす。最強。マリオ最強。やい、マリオ最強。ノーダメ。さあ、ルイージがエクセレント出せば最強っていうのと、新しく覚えたよね、これ。タイフーンブロス。ちょっとこれ、お手本見てみましょうか。B で叩いてから、A ボタン連打して、A、どういうこと？オッケーオッケーオッケー、わかったわかったわかった。A、B を押して A 連打して、狙う相手決めてくれってやつらしいですね。ではでは残ってる敵やっつけちゃいましょう。おう。おらら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 、連打しろー、殺せー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 、おらおら、タコ殴りしやい。結構ダメージ入るな、これ。あ、やっつけた、全部。よーし。強えな、これ。ビビ13回復した。ちょっと待って。無限に使えるんじゃねえ、これ、マジで。永久期間じゃん、これ。やべえ。さあ、レベルアップ。ルイージー、やべえ、まさかの、化け物になってしまうのかもしれねえ、ルイージーが。で、ヒゲ鍛えたいけど、ヒゲより、一人で振るか。はいよ。106、かなり強くなったね、ルイージー。おーし、ではでは皆さん、今日はこれで終わりにしましょうが、今日はね、なんとかジョークエンドたどり着いてミニゲームして、なんか、バッチリバッチゲットしてと、いろいろありました。さあ、次回ジョークエンドここで攻略していきましょう。おーすぽよ。またな。